ルーターって Wi-Fi 5とか6とかあって、結局どれ選んでいいかわからないんだよな。そう諦めていませんか？ Wi-Fi の規格は常に進化していて、どんどん新しい規格が出ています。もしあなたが今買い替えを検討されているなら、今後のことも考えて新しい規格に対応しているものが良いでしょう。そこで今回、国内シェアナンバーワンの皆さんご存知バッファローから最新規格 Wi-Fi6E に対応したスタンダードモデルが発売されましたので、これのスピードや安定性はいかほどのものか、忖度なく検証していこうと思います。ということで早速やっていきましょう。今回は特徴、スピード実測、同時接続、中継機能、価格、総評という流れでご紹介していきます。まずは特徴です。本機はよくあるルーターの形となっていて、サイズ感としては大きすぎず小さすぎずといった印象。これならば置き場所に困るということは少ないでしょう。前面にステータスランプと簡単無線設定用の AOSS ボタンが、背面には WAN と LAN が3口あります。家の外の通信回線、回線終端装置などとは WAN でつなぎ、家庭内の機器で有線接続したい場合は LAN でつなぎます。この WAN の速度は従来このクラスのルーターでは 1Gbps まででしたが、今回から 2.5Gbps に対応となりました。外との通信を担う WAN はいわゆる水道の蛇口のようなもので、ここの通信が遅いと絶対に家の中の通信は速くなりません。最近徐々に増えつつある 2.5 ギガ回線の普及を見据え、このクラスのモデルでも対応してきました。ここは嬉しい変更ですね。さて、本ルーターの最大の特徴、それは冒頭でもお話しした Wi-Fi6E 対応です。 Wi-Fi5 や6との違いはこの通り。一つ前の Wi-Fi6 との違いは、なんといっても新たに 6GHz 帯の周波数に対応したことです。それってそんなにすごいことなの？通信速度なんかは変わってないように見えるんだけど。そうなんです。最新規格の Wi-Fi6E は意外にも実は速度的には Wi-Fi6 と変わりません。では一体これの何がすごいのでしょうか？それは一言で言うと、混雑や干渉が少なくなることです。こちらをご覧ください。これは 2.4GB、5GB、6GB 通信におけるイメージ図です。高速道路に置き換えて説明されることが多いです。 2.4GB の場合は走っている車種も遅い車が多く、かつ車線も少ないです。スピードはあまり期待できませんが、この道路は障害物に強く、結果として道路の長さは最も長く引けます。ルーターから離れた部屋で電波が障害物で届きづらい時などに利用できます。 5GB の場合は 2.4GB よりも速い車も多く、かつ車線も多いのでスピードが期待できますが、障害物に弱く、道路は 2.4GB の時よりも短めとなることが多いでしょう。 6GB は 5GB よりも速い車しかいなく、かつ車線もかなり多いです。そのためスピードという点では一番期待できます。一方、 6GB は 5GB の時よりも直進性の強い電波で、より障害物に弱く、道路は一番短めとなるでしょう。これだけ聞くと5GB でいいやと思われるかもしれませんが、5GB 通信は最近急速に普及しつつあり、混雑が予想されます。これだけ用意されている車線も、実は半分以上公共の気象レーダーや航空レーダーも使用しており、この電波をルーターが検知してしまうと60秒間 Wi-Fi を停止して監視しなければならない決まりがあります。この仕組みをDFS と言いますが、お住まいの環境によっては混雑以外にも不安定になる状況があります。そうなるとみんな安定な車線に行きたくなるわけですが、その車線が意外と少なく取り合いとなり渋滞してしまうんです。
その分6ギガ通信というのは道路が短いという欠点はあるものの、いわゆるプラチナバンドで公共レーダーに邪魔されることもありませんし、車線も十分安定したスピードが期待できるわけです。これが Wi-Fi 6E のすごいところです。アンテナは 2.4 ギガ、5ギガ、6ギガが2本ずつ、計6本、サイドに各種 SSID とパスワード表記があります。6ギガの表記が光りますね。では早速気になる実力を試していきましょう。実はこの Wi-Fi 6E、 出たてということもあって対応端末は一部のスマホと PC ぐらいで、現状ほとんどありません。しかしそんなことで諦めるシャチパンではありませんよ。今回は Wi-Fi 6E 対応の PCI Express アダプターを PC にぶっ刺して参戦。もともとついてた Wi-Fi 6のアダプターはオブジェと貸していた使ってない PC にでも挿しておきましょう。こうして Wi-Fi 6E、 Wi-Fi 6対応の PC、 それから Wi-Fi 5対応のノート PC が準備できました。早速速度テストアプリで簡易測定したところ、ご覧のようなスコアとなりました。 Wi-Fi 6E、 Wi-Fi 6については同程度のスピード、Wi-Fi 5は少し落ちます。瞬間的な通信速度としては十分なスピードと言えるでしょうか。安定してスピードが出ているかについては、いつものように簡単なプログラムを組んで24時間監視していきます。レンタルサーバーに500メガ程度のファイルを置き、これを5分ごとに10回ダウンロードするスピードを実測平均し、計8640回分のデータを自動取得しました。それをプロットしたものがこれです。横軸が1日の時間、縦軸がスピードです。回線が重くなりがちな休日1日分の測定データで、青が Wi-Fi 5、 オレンジが Wi-Fi 6、 そして黄緑が注目の Wi-Fi 6E です。それぞれご覧のように時間帯によってはスピードが遅くなることはありますが、一桁台まで落ちるということはありませんでした。安定という意味では Wi-Fi 5よりも Wi-Fi 6系の方が安定してスピードが出ていますね。2倍近く出ているでしょうか。一方 Wi-Fi 6と 6E ではそこまで大きな差はありません。これには理由があります。シャチパンの住んでいるマンション周辺の電波状況を調べてみました。上が 2.4 ギガ、下が5ギガ。この一山一山が周辺に住んでいる人が使っている電波です。詳しい説明は割愛しますが、この山の重なりが多いと混線して不安定になりやすくなります。2.4 ギガは見てわかる通り、かなりの混線具合です。一方、5ギガの方はだいぶ少ないですね。この一つはシャチパンのものなので、そもそも5ギガ通信を使っているご近所さんはかなり少ないようです。これは先ほどのイメージ図で言うと、高速道路がガラガラな状態に相当します。ガラガラであるため、今回 Wi-Fi 6と Wi-Fi 6E の差は残念ながら見られませんでしたが、今後ご近所さんも5ギガ通信を使ってきた場合は、差が現れてくるでしょう。オンラインに対応したゲームをしていても特に不安定になるようなことはなくて、ラグなどは特に感じることはありませんでした。使っていて明らかにつながりづらくなるっていうケースは特になく安定していましたね。なお6ギガ通信は障害物には弱く、扉2枚挟んだ部屋で実測した場合はこのようになりました。この程度では通信速度として問題となることはありませんが、やはり6ギガ通信の方が落ち方は大きく、もし気になった場合は中継機を介したり 2.4 ギガや5ギガ通信に切り替えるのが良いでしょう。続いて同時接続です。アンテナが6本ということで、どの程度の端末を同時接続すればスピードが落ちるかを見てみましょう。先ほどの構成に加え、シャチパンの家にある
他の端末もつないで負荷テストをしてみました。テレビ2台、スマホ2台、タブレット2台、ゲーム機2台、 NAS、 その他もろもろをそれぞれ負荷のかかりそうな 4K 動画を視聴したり、オンラインゲームをして速度を測定してみました。するとご覧のようになりました。確かにスピードは落ちましたが、この程度の負荷では許容範囲内です。ただし一つ前のモデルは5ギガのアンテナが4本、 2.4 ギガが2本構成だったので、本モデルでは5ギガ自体のアンテナ数は減っています。今後6ギガ対応端末は増えていきますが、まだまだしばらく6ギガ通信、つまりは Wi-Fi6E 対応端末を使わないということが分かっているなら、5ギガのアンテナが4本のモデルの方が安定性は優れるでしょう。ここらは今後のライフプランによって変わってくるところかなと思います。次に中継機能です。ルーターを新しくしても、お住まいの環境によっては特定の部屋に電波が届きづらいなと感じることがあります。こういった場合は中継機を中間地点に置くことで電波が届くようになり、改善が望めます。本機はメインルーターとしても十分使うことができますが、中継機能もあるので、将来メインルーターを入れ替えたとしてもサブの中継機としても使うことができ、腐りづらいです。また本機は今人気のメッシュ Wi-Fi も構築できます。普通の中継機は電波を中継して電波の届く範囲を広げるだけで、処理はメインルーターが行いますが、メッシュ Wi-Fi の場合はそれぞれがメインルーターと同じ働きをします。これにより接続端末が多い混雑時にメインルーターの負荷を避けられ、高速化が見込めます。それからメッシュ Wi-Fi は電波の強度をもとに自動的に接続先が切り替わるため、家の中を歩き回ると接続が途切れるといったことを防ぐことができます。また規格も業界標準規格である Easy Mesh に対応、各部屋に有線 LAN 配備されている戸建てなどの場合でも、有線 LAN によってメッシュ接続可能な、いわゆる有線メッシュにも対応しています。少し前よりだいぶメッシュが組みやすくなったなと感じます。なお広範囲をカバーし処理を分散できるメッシュ Wi-Fi ですが、メインルーターの処理が混雑していない場合は単体時より速度はわずかに落ちます。一人暮らしや接続端末が少ない場合はメッシュ Wi-Fi は不向きです。それからメッシュ Wi-Fi は基本設定が自動で行われるので、初心者には優しいですが、自分でネットワークを細かく設定したい方にも向きません。ご自身の環境や使い方で決めると良いでしょう。続いて価格です。本機は税込みで 17,980 円となります。スタンダードモデルの位置づけではありながらも、最新規格である Wi-Fi6E、 そして WAN が 2.5Gbps ということで、性能的にはミドルハイのモデルとなります。これだけのスペックで2万円を切る価格に抑えられており、多くの方にとってちょうどいいモデルと言えるかもしれません。 Wi-Fi の規格はおよそ5年程度のスパンで新しくなっていきますが、規格が新しくなった直後は対応端末が発売されていないのが常です。個人的には規格が新しくなった後、対応端末が増えてきた頃合い前後が買い時かと思っています。そういう意味では今はちょうどいい時期なのかもしれませんね。最後に総評です。本機は2万円を切る価格で、現在の最新規格に対応したコストパフォーマンスの高いモデルです。すでに Wi-Fi6E 対応スマホや PC をお持ちの方、近い将来購入予定の方はもちろん、回線の混雑防止のために今後を見越して最新規格に対応したモデルをお考えの方、引っ越しついでにルーターも刷新しようという方など、広くお勧めできるモデルです。実際に使用してみて
回線も安定しており、特に不満を感じなかったこともありますが、今後5ギガ通信の混雑を考えると、移行しておいてよかったとも思っています。ルーターが古くて新しいのに変えたいけど、今何を買うべきか迷っている方は、ぜひ検討候補に加えてみてはいかがでしょうか。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。